の不可能な接近。それは底面は持つけれど、頂面を持たない一個の円筒状をしていることが多い。それは直立しているくぼみである。重力の中心へと閉じている限定された空間である。それはある一定量の液体を拡散させることなく地球の引力圏内に保持し得る。その内部に空気のみが充満しているとき、我々はそれを空と呼ぶのだが、その場合でもその輪郭は光によって明瞭に示され、その質量の実存は計器によるまでもなく冷静な一別によって確認し得る。指で弾くとき、それは振動し一つの音源をなす。時に合図として用いられ、まれに音楽の一単位としても用いられるけれど、その響きは用を超えた一種かたくなな自己充足感を有していて、耳を驚かす。それは食卓の上に置かれる、また人の手につかまれる、しばしば人の手から滑り落ちる。事実、それはたやすく故意に破壊することができ、破片と化することによって狂気となる可能性を隠している。だが砕かれた後もそれは存在することをやめない。この瞬間、地球上のそれらのすべてが粉みじんに破壊尽くされたとしても、我々はそれから逃げ去ることはできない。それぞれの文化圏においてさまざまに異なる表記法によって名を与えられているけれど、それはすでに我々にとって共通な一つの固定観念として存在し、それを実際にガラスで、木で、鉄で、土で制作することが極刑を伴う罰則によって禁じられたとしても、それが存在するという悪夢から、我々は自由ではないに違いない。それは主として、渇きを癒すために使用される一個の道具であり、極限の状況下にあっては、互いに合わされくぼめられた二つの手のひら以上の機能を持つものではないにもかかわらず、現在の多様化された人間生活の文脈の中で、時に朝の日差しの下で、時に人工的な照明の下で、それは疑いもなく一つの美として沈黙している。我々の知性、我々の経験、我々の技術がそれをこの地上に生み出し、我々はそれを名付け、極めて当然のように一つながりの音声で指示するけれど、それが本当は何なのか、誰も正確な知識を持っているとは限らないのである。